花一門目の歌詞の一例。俗日本同様民謡曲集はない一門目は、子供の遊びの一つ。二組に分かれて、歌を歌いながら歩き、メンバーのやりとりをする。値段が、銀一門目の花を買う際に、値段を負けて、悲しい売り手側と、安く買って、嬉しい買い手側の様子が歌われているとされる。古くから伝わり、江戸時代に普及した。 ごとろごとろ系の遊びから独立したと考えられる。江戸、明治、大正時代には同じ遊びが確認できない。昭和10年発行の俗日本同様民謡曲集に京都市で歌われていた歌が確認でき、昭和初期に広がったとされる。また、同書には静岡県沼津地方の縄跳び歌としても掲載されており、両方の歌の元歌が大正末頃にあったと考えられる。 一般的には、価格一問目の花を理解する際のやり取りだと、されるが、花は、若い女性の因果であり、数とが一問目を基本とする値段で行われた人会、または鬼に力づくでさらわれた、中世の社会背景に起源があるともされる。子供の遊びにしては、内容が残酷すぎるとの反論もあるが、大人では、到底歌えないような内容でも素直な子供が、 伝承してきたのであるとする見方がある。他にも、演画書、指切り、テルボテール坊主、トーリャンセカゴメカゴメなど現代では、到底考えられないような残酷で押す。それぞれの組は手をつないで一列に並んで向かい合う。前回勝った組から、勝って嬉しいはない一問目と、歌の一節を歌い出す。歌っている組は前に進み、相手の組は後ずさりする。花一問目の、 目の部分で片足を蹴り上げる。今度は負けた組が、負けからて、悔しい花一文目と歌って、前に進む。その後に、タンス長持ちあの子が欲しいあの子じゃわからん相談しましょう。そうしましょう。と、歌の一節を交互に歌いながら、前後に歩く。歌が終わると、それぞれの組で相談して、相手の組から誰をこちらの組にもらうかを決める。決まった組は、木から待ったと叫ぶ。 それぞれの組は手をつないで一列に並んで、向かい合い、ちゃんが欲しいと前に進みながらもらいたい相手を披露し合う。双方の代表者がじゃんけんを行い、勝った組の主張通りにメンバーがもらわれていく。片方の組からメンバーがいなくなれば終了。続ける場合には一に戻る。地方によっていろいろなバージョンがある。または、勝って嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目。 隣のおばさんちょっとおいで、鬼がいるからよいかん。あの子が欲しい、あの子じゃわからん。この子が欲しい、この子じゃわからん。相談しましょう、そうしましょう。と、略す場合もある。相談が終わると、キー待ったといい、相談しましょうと言った側が、そっちからどうぞ、という、その後に、ちゃんが欲しい、君が欲しいとなり、じゃんけんになる場合がある。略すのは、大体小学生中学年。 日本のほぼ中央にあるため、東西の歌詞が入り混じり、愛知県内でも歌詞が違う場合が多々ある。ちゃんが欲しいと選ばれた二人がじゃんけんをする。NHK の、みんなの歌では1979年12月から1月に、花一問目というタイトルで紹介、早春風、夏は来ぬ、紅葉に続く、さえぐさなり明編曲の日本同様第4弾にして、最終作。歌は、 川崎少年少女が商談。アニメーションは斉藤照夫。再放送は1981年2月から3月と2006年12月から1月。AB 江戸時代ならば、門目は主に銀貨の貨幣単位を表した P920。花自体の重さではない。ありがとうございます。